このようになりました。贅沢ですね。一4四でございますからね。ちょっとね、全国の方から見ると、味噌汁の位置がおかしいんじゃねみたいなことになるかもしれないんですけども、関西は左上なんですよね。朝日スーパードライ生ジョッキ缶のダイナマっていうのが出たんですね。今までね、このシリーズは、いいですね。渋いホイップクリームを、クリーム 皆さん、こんにちは。そして、こんばんは。飲みすけ調理師のおしょぶです。いつも見ていただいてありがとうございます。また、一週間が経ちました。ということで、セブンイレブンの新商品をご紹介しながら、レビューもお伝えして、晩酌を進めていくシリーズでございます。なんと、第15回ということで、本当にありがとうございます。 今回は盛りだくさんでございまして、なんと8種類ほど新商品をドリンクも含めてですけど、ご紹介できるということで、楽しみにしていただければと思います。それでは、これの晩酌ラインナップ。こんな感じでございますね。 いいですねいいですねいいですね。もうネタバレ的に先に言うとこの豚汁以外全て新商品ということでございますのでねいや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 私も楽しみでございますはいそれではの商品の紹介をさせていただくんですが今回はちょっといつもと違いましてデザート以外は先にご紹介します なぜかというと、まあ偶然なんですけども、あ、これ定食風にご紹介できるようなラインナップに偶然なったなと思いましたので、今ご飯を炊いておりますので、定食風に組み合わせてご紹介をいたします。まずは玉ねぎサラダでございます。こちらセブンさんの説明ですと、玉ねぎをベースにレタスとリーフレタスを組み合わせたシャキシャキ食感のサラダです。 シンプルなサラダなので、様々な用途でお使いいただけます。ということで、こちらは2022年10月の4日、ちょっと前の新商品になるんですけどもね、えー、発売開始ということで、価格は税込みで138.24円でございます。販売地域は、北海道、東北、関東、甲信越、北陸、東海、近畿、中国、 四国、九州となっております。はい、どんどんいきますよ。セブンプレミアム北海道産かぼちゃ煮ということで、セブンさんの説明は、旬を迎えるかぼちゃを使用した定番の煮物です。北海道産かぼちゃ本来の甘みを生かした仕立てです。ということで、 税込みが159.84円ということで、2022年10月の25日より順次発売ということで、販売地域は全国のセブンイレブンとなっております。はい。続きまして、セブンプレミアム、タケノコトサーニでございます。セブンさんの説明は、食感の良い食べ応えのある タケノコトサニですあすごくシンプルな説明ですがまあまあ他に言いようがないんでしょうね価格の方は税込み159,84円ちょっとお高いかなという印象なんですけどまあたけのこですからね2022年10月の25日から順次発売ということで販売地域は全国のセブンイレブンとなっております はい、次でございますね。セブンプレ,プレミアム。5品目具材の中華春雨。ということで、セブンさんの説明です。禁止卵、ハム、人参、タケノコ、キクラゲ、ゴマが入った具だくさんの滑らか食感の春雨です。ということで、価格が税込み138.24円。 2022年10月の25日より順次発売ということで、販売地域は近畿、中国、四国、九州となってございます。はい。こちらが今回の主催となりますね。セブンプレミアム赤魚の煮付け。セブンさんの説明によりますと、油乗りの良い大西洋赤魚を 低温でじっくり煮ることで、身に味が染み込み、ふっくらとした煮魚に仕上げました。価格は税込み289.44円。2022年10月の27日より順次発売ということで、販売地域は福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、 神奈川県、近畿、中国、四国、九州となっております。はい。今までで5種類の新商品の商品概要をご紹介しました。こちらは新商品ではございませんけれどもね。これからやっぱりあの、寒くなってくるんで、こういう需要もあるかと思うんでね、ご紹介しておきましょう。セブンプレミアム、カップ味噌汁、具だくさん豚汁 90g。 セブンさんの説明ですと豚肉大根じゃがいも玉ねぎ人参、ごぼうこんにゃくの7種の具材が入ったボリューム感あるカップ味噌汁です味噌は2種の米味噌と豆味噌をブレンドし肉や野菜の旨味が溶け込む濃厚でコクのある味わいに仕上げました普段の食事はもちろんオフィスランチやアウトドアでも 手軽におに使いいただきます。価格の方は税込み149円ということですそれではちょっとね豚汁だけ見てもらいましょうかねこんな風になってるんですねへえちょっと高いですよねていうのはこう具がちょっとま,あ、まともとよくこんな感じですよね結構ちゃんとした具が入ってるこれを入れる 入りましたね、こんな感じです結構入ってますよねただこれねこの具結構冷たいんですよねこれがいろいろとあの説明であったブレンドされた味噌ですねほう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 でよく混ぜてくださいよいうことやからまあ作った後、ひょっとこの具が冷たかったりぬるかったらまあレンジアップすればいいだけの話ですけどね はい。お湯が分かりました。はい。沸きました。この線があるじゃないですか。そこまでまあ入れるというのが、まあ、標準で、まあ、もちろん好みでね、お湯を上下、まあまあ減らしたり増やしたりしてくれることで、まあ、一回そのまま食べてみないとわからないですよね、でも。ということで、今日は標準で、もしまた買うことあったら、自分の好みで。まあ、多分おそらく私はちょっとお湯を減らさないと、濃い味なん おお、いい感じっすね。おお、ああ、ネギ買ってきておいてよかったな。今日ネギ切らしてるんですよね。こんな感じで。ちょっとこれだけさっき味見してみますね。この新商品じゃないんでね。新商品ラインナップとはちょっと違いますので。いただきます。お美味しい。うん。あの、確かにいろんな 味が溶け込んだ味しますね。おー、これ大したもんやなただちょっと私さっき心配してた通り、ちょっとぬるくなってるんで、レンジアップしたいと思います。はい、ご飯がほかほかに炊けました。それでは定食を見ていただきましょう。どうぞはい、このようになりました。贅沢ですね。14歳でございますからね。 ちょっとね、全国の方から見ると、味噌汁の位置がおかしいんじゃねみたいなことになるかもしれないんですけども、関西は左上なんですよね。これはだいたい関西は左上ということになっておりまして、全国とここが違うんですけどね。味噌汁は温め直しましたんで、熱々でございますね。ご飯ホクホク。あと、魚、赤魚の煮魚と、カボチャはちょっと温めました。 あとは、えー、タケノコとか、あのー、まあ、これは当然そうですけど、中華春雨とかはそのまんま常温で。で、これ、それは持っただけなんですけどね。こちらの方はね、ちょっとまあ、サラダというよりは、オニオンスライス的にポン酢で食べようかなと思います。ということで、庶民のポン酢、味ポンでございますね。ね安くて美味しい。ちょっと味、味が濃いというか、塩気が多いような感じですけどね。 私は好きです。はい。それではいただいていくんですけども、えーと、ここでね、ドリンクの新商品を紹介したいと思います。皆さんお馴染みですよね。アサヒスーパードライ生ジョッキ缶のダイナマっていうのが出たんですね。今までね、このシリーズはレギュラー缶。普通のレギュラー缶は350ですけど、このシリーズはこういうちょっと泡が出るっていう仕掛けがあるので、340なんですけどね。今回も普通の ロング缶はまあ500なんですが、これ485でございます。こちらが出て、特徴は皆さんご存知ですけれども、開けたらそのまんま泡が出てきて飲めるということで、ちょっとスペースを取ってみていただきましょう。おお、危ない危ない。あれ映っておりますかうまくいけばいいんですけどたまにね、うまくいかないときあるんですよね。 今までのレギュラー缶より泡が2倍早く立つそうです。おお、いいですね。いいんじゃないですかそれでは、視聴者様に乾杯。あ <noise> <noise>、うまい。まあね、中身は 朝日スーパードライなんで。まあ、一応生ビールではね、日本でまだ一番売れているビールということなんで、まずいわけはないんですけど。まあまあ、好みの問題ですけどね。さあ、それでは、食べていきましょうか。まずは、こちらですね。はい。オニサラダ。まあ、使い勝手が色々いいですよって書いてましたけど、まあその通りだと思うんですが、今回はもうこのままポン酢をかけて、 もう、オニオンスライスのおつまみ風みたいな感じですね。いただきます。うん、正解。なんとなく、こうしたらいいんじゃないかなというイメージがあったんですよね。この、新商品の、なんていうの、買うまでの説明を見ててね。うん、これ、一度、ポン酢でね、お好きな種類のポン酢で食べてみてください。 うん本当に酒飲みのおつまみの味になりますうんうまいかぼちゃいきますかおーいいっすねもうなんか結構柔らかい感じうん なるか。甘さもね、そんなにくどくなくて、ちょうどいい感じですね。うんうん。とかこれ美味しいわ。これうまい。うん。あ、丸ペケ言うの忘れてましたね。まあ、オニオンサラダに丸ペケもないんですけども、オニオンサラダ、あのー、ポン酢かけて、丸です。それからこのカボチャ、丸です。うん。うんうまい。あ、これでご飯食べたくなるわ。 いただきますご飯は家のご飯ですからね評価はございません竹の子ですねいただきますーすうんちょっと僕の好みからすると柔らかく炊きするかなまあでもあのあれでするねこの辺難しいからな味はね あ普通なんですけど、もう少し、なんだろう、歯応えあってほしいかな。うん。で、値段の割にちょっと量も少ないんで、ごめんなさい。三角でお願いします。中華春雨でございます。なんか、以来、い、ああ、 えらいブチブチ切れてるような感じですよね。こんなもんかないや、ちょっと切れすぎですよね。どうですこれ。もうちょっと繋がったとしりね。多分、あのー、工場で、あと機械で混ぜるから切れちゃうんやろうね。<laughs> 三角です。うーん、なんだろう。 あんまりこの春雨って私の中ではチュルッといきたいんですけど。たまたまこれのロッドがそうなのかどうかわからんけど。うんちょっとなんだろう。中華春雨を楽しむ感はないんですよ。ただ、まあ、濃いのでね、ご飯のおかずにもなるし、おつまみにもなるので、ペケじゃないですけど。 まあ味も普通なんで。でも三角ですね。三角の下の方。ねね、あ,あうまい。ちょっとここで味噌汁を、豚汁を挟み入れてああ。うん。こればかりできないですね。うん、さあ、では。 いよいよメインの赤魚の煮付けいきましょうかねああ身のほぐれもいいですねほうほうこんな感じですよちょんちょんといただきますあうんおいしいああやっぱり煮魚いいな たまにはね、煮魚食べないと。こういうの食べないもんね、こう男が一人で暮らしてたら。うーん。自炊してもね、焼きそばとかね。うん。美味しいです、これ。ご飯とよく合う。はい。ただいまね、もう食べ進めて、ここまで来ました。ここでね、新商品のドリンクご紹介しましょう。はい。 男梅沢梅無糖ということで、あの、こちらのまあ、ご存知だと思いますが、札幌ビールとノーベル製菓のコラボ商品になってまして、2022年10月の25日から、まあ、あの、セブンイレブンだけじゃないですけど、全国で発売になっております。何がね、新しいかというと、この梅無糖っていうのがなかったんですね、この無糖タイプはね。普通のやつはあったんですけどね。 よいしょ改めまして乾杯あスすパーうまいですねでいつも飲んでるやつより、うん、確かにちょっと無糖タイプでさっぱりしていますねこれね原材料名っていうのがまああの左から一番量の多い順に並べるっていうこうルールがあるんですけども 梅果汁台湾製っていうのが一番多くて、次に多いのが梅エキスになってるからね。それでスピリッツになって、梅で漬けたお酒になってるんでね。やっぱ結構梅梅してますね。確かに飲んだ時もね、梅強烈。はい。えー、またね、いつものパターンだったらまた後でお割りでも飲み始めるんでしょうが、とりあえず一旦閉めますということで、えー、コーヒー入れました。 で、今日はね、デザートも用意しておりますので、ホイップクリームのプリンケーキでございます。価格の方は税込みで302.40円ということで、ちょっと新商品でね、入れすぎたんですかね、あのー、商品発注しすぎたのか。50円値引きということで、多分賞味期限が近いんでね、50円値引きになっておりました。セブンさんの説明ですと、 プリンの上に口どけの良いホイップクリームを絞った商品。あっさりした説明でございますが、2022年10月26日から順次発売ということで、販売地域は近畿となっております。近畿ってホイップクリーム好きなんですかね。前回ご紹介したホイップだけのサンドも近畿でしたね。近畿のみの販売でしたが、 そういえばあのホイップだけのサンド結構ねまあ売れてるというか売り切れ店多いですよね多分そんなにむちゃくちゃこうたくさん仕入れようという属性の商品じゃない割には人気なんでしょうね美味しかったですから最近は売り切れ店が出てますよねさあこちらはどうでしょうかねいいですねえ渋いホイップクリームもプリンも大好きなんです ま、気になるのはもう夜の10時半を回ってるっていうことでね、こんなの食べてていいのかなとおじさんが。たとえばさ、ね、基礎代謝が落ちてるのにこんなの食べちゃって、本当に。いただきます。うん。ホップクリームうまいなうん。じゃあちょっと、プリンの部分いきますか。 なんかプリンというか、スポンジケーキがプリンの上に乗せてあるんだな。ああ、そうですね。うんうん。あの、プリンの上に直接その、ホイップが乗ってるんじゃなくて、スポンジケーキが上、あの、まあ、真ん中に挟まってるっていうんですかね。うん。最初プリンに届かなかったから、あれ プリンの味と思ったけど。うん。プリンの味し、あ、キャラメルが出てきました。キャラメルソースが。うーん。美味しい。まあ。プリンの上に、ちょっとだけスポンジケーキを乗せてホイップたっぷりっていうの。まずいはずはないんでね。こういうものが好きな人にとってはね。これはうまいわ。うん。 丸でございます。ああ、ブラックコーヒーとよく合うね。はい。それではね、あとはまたゆっくり余韻を楽しみながらいただきたいと思います。セブンイレブンの新商品をご紹介しながら、またレビューを交えながら晩酌を進めていくシリーズ。第15回。いかがだったでしょうか また来週もね、えー、やる予定でございますので、またよろしければ遊びに来てください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。